皆さんこんにちは、ペソでございます。群雄伝続きやっていきたいと思います。まず、褒美ですね。酒井さん、75、まずまずまで上がってきましたね。で、徴兵をね、ミッキーさんによいしょやってもらって、そうですね、訓練を2人に、2と3、まああとはねー、しばらくは内政ですね。1.4 なら売れるか。193いっときましょう。はい、トシエさんね。で、残りを姉小路さんに、訓練やるにはちょっと行動力足りてないんで、こんなもんでいいでしょう。おお、久出さんめちゃめちゃ動くね。あはシカちゃんも動いてた。助さんもですね。はい、99ね。もう次のなんだっけ、年貢の時ぐらいに上がるでしょう。誰もね、いけないね。酒井さんもあげとこうか。はい。
80代突入したんでね。はい、三輪さんは動ける、佐久間さんも動けるね。させよう、小寺さんでいいかな。はい、はい、訓練ね。さすがの騎馬隊ってかいうところでしょうね。あ、かんすけさん、そうか、足軽なんだ。もうちょい持たせてもいいんだよね。ちなみに、シナノは、よっ、ほい。ああ、めちゃめちゃ少ない。あ、ああ、そっか、榊原さんの方が兵力あるんですね。これでも、下手したら一発でいけるかもしれないね。
さあこれでね行ってみましょう。シナノへね向けて。で内藤さん連れてきましょう。はい。金はね44。104でいいかな。多分一瞬で終われそう。籠城されたらやばいね。ここでね機動力12になるまで我慢ですね。いける。あーははは、退却しちゃった。あーしまった。ご利用してもいいけどね。ああダメだった。はいはい。間に合わなかったね基本的に。
でもね、今攻めないとね、間に合わないんですよね。ということで、トキさんに買ってもらおう。150ぐらい。よいしょ。で、175を持って行きましょうか、もう一回。行動力は問題ないですよね。80残しなので、まあ150ぐらいいきましょうか、うん、退却した、あ、しなかったね。よし、これはラッキー。した。忠勝さん捉えたの大きいな、半蔵さんと。うん、切るしかないんでね。はい、歴史が変わる瞬間ですね。やはり待ってるだけでは天下は取れぬかとね。はい、まあ、全員ね、ちょっと、うん、安松さんは100だったから0かもしれないね。なぜ切らん。忠勝さん、はい、三河は和正さんでいいね。委任はしない。うわー、3人ゼロだ。忠勝さんと。これでも速攻で兵力ね、吸い上げとかないとえらいことになるよね。半蔵さんも4人ゼロか。
だね。80からどこぐらいまで増えるかだね。6か。まあでももう渡してもいいレベルになってきたので、再編成ちょっとかけましょう。で、姉ポーチさんにとりあえず、とりあえず牧前さんと姉小路さんに訓練させて、ああそうか、変わらないんだね。ああ持ってかれるか。うんね、ゼロだからね。ヒデさんすごい動くよね。あ、これ持ってかれるな。あーババリン持ってかれた。あーババリンじゃない、ハットリさんね。取り返せるかな。これ持ってかれるね。したいね、余裕が出てくれば。ではね、本国回ってきましたので、ここで終了したいと思います。とりあえず、石川さんはキープしときたいね。で、あと、そうですね、その兵士をちょっと再編成かけて、忠誠度上げてというところからスタートになりますね。ちなみに、1.3 か。あまり売れないな。
まあ、とりあえず、再編成からスタートですね。お楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。